ちは上順チャンネル、おはこんばんちは上順チャンネル、おはこんばんちは上順チャンネル、おはこんばんちは上順チャンネル。入った？あ、入った。えらいもんや。ほんと今日はこれしてくれへん。おはこんばんちは上順チャンネルです。今日はね、はるばるやってきました。ちょっとそこ見える？そびえた。見えない。ちょっと見える。ちっちゃい。見える？見えないや、あんまり。ちょっと見えない。あ、見えないや。見えないやで、あれなんですけど、実は和歌山城へ来ました。みんなどこだと思った？みんなどこだと思ったか。みんなどこやと思ったか。どこ？都会じゃないよ。都会じゃない。都会のようで都会じゃない。はい、ここね、和歌山城でございます。和歌山城の手前にあります、和歌山歴史館へやってきてます。見えてないや、和歌山歴史館って。歴史館見えへん。今日はね、和歌山の天守閣へ登ってみたいと思うんですけど、ただの格好じゃ面白くないので、これできるかな、私頑張れる。じゃあ私ちょっと遠く行くわ。せーの、飛んで飛ばなあかんねんな。なんで飛ばんの？飛べ、行く。飛ぶ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 。これからね、今白いお洋服着てるんですけど、私ね、赤。こっち？私の赤。行きます。もう一回。マジで飛べ。じゃあ私が飛ぶか。これカメラが飛ぶか。カメラが飛ぶ。カメラ。あそこ。一斉のね。もうちょっと。足曲げて。ここから。ちょっとか。ずるいことすんな。せー。なあ、せーの。だって最後カメラが飛ぶわ。もうせーの。大変身してました。忍者になりました。今回あの忍者の姿で、はい、お届けしたいと思います。最後で変身できましたかな。はい、あ、僕動いてる。写真撮ろうか、なら。やっぱやってる。私もやろ。待てよ。ね、にん、あと忍やで。忍はい、忍者です。さあ、これからあの向かうはあの和歌山城へと向かっていこうと思ってます。行こうか。ね、現在地。そうそう、燃えるからさ。今どこ？今ここや。あ、目的地はね、今ここなんで、で目的地はここ和歌山城なんでね。さあ、向かっていきましょうか。まずはリサちゃん。はい、西の丸庭園でございます。今昔なんかこんなものはなかったの。そうじゃん、肌打ちじゃん。もう立派な立派なお屋敷じゃの。向かうは城じゃん。わしらは城に向かうのじゃ。でもすごい庭園綺麗よ。あいつは隠してるのは息子がおる。あの基地なんだかって。これは基地という名前。吉宗公じゃ。吉宗公あいつは暴れん坊将軍じゃ。道はこちらでよろしいのか。さあ、先へ進むのじゃ。ちょっといいさ、お母さんも撮ってよ、それおもろいからさ。ここだけだよ。この辺の角度で撮っても、はい。
走るんじゃ。ちゃんとこうしゃがむの。走られへんのだ。しょうがない。許してやる。わしらはいつ城に着くのじゃ。この上調子で。ウェジュンがこれを取りたいと言ったじゃん。うん、確かに言った。わしは言った。ほらやんたのままじゃ。もう。さちゃん西の丸庭園どうやった、ね、なんか面白かったな。もうこんなことわちゃわちゃしながらねもうすごい時間かけながらやっと到着しました。お橋廊下という場所へとたどり着きました。私のはここ見てみろ、踏んでみろ、ちょっと違うぞ。あ、なんかあ、ほんまや、なんでこんなになってんの。仕掛けになってる。仕掛けになってるぞこれ。行かないように。ほんで、たぶん若い時は行かないです。すごいぞ、後ろから人が来るから、ゆっくり行こうじゃないか。ね、こんな感じ。こう見て、こうなんか高さもこんなそんなに高くない感じでね、こう窓からこう見える景色が隙間から見えるようになってる。ギザギザになってんだよ。ほら後ろから。すごい後ろバック行く。ね、ってんのか。すごいよこう。だからこう人が渡っても見えないようにさちゃんなってんねんこれ。この後お橋廊下から二の丸庭園を抜けて裏坂と呼ばれる城の裏道を通っていよいよ本丸御殿跡のビュースポットにたどり着きました。はい、本丸御殿の撮影ポイントへやってまいりました。西の丸から歩いてここのちょうどそのお城の裏手になるところなんですが、大きさ分かる？結構大きいと思ってる以上にね、綺麗な景色をここで撮ることができます。さあもうやっとねここまでたどり着いたんですよ、はいはい、西の丸庭園からねお橋廊下行きの、はいはい、ほいで二の丸庭園通って裏坂やっと本丸御殿までたどり着きました。あの通常こんな時間かからないのでだいぶね私たちあの撮影を取り探してたんで、あの天守閣いよいよ後半戦へと続きます。なるほど、ぜひ最後まで続き見てください。はい、以上ウエジュンチャンネルでした。